こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日は理想の腹筋割解剖学についてお話しさせていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。今日はですね、腹筋割解剖学というお話なんですけれども、たびたび腹筋を割ることについてはお話しさせていただいてます。まあいろんなところからですね、腹筋を割ることについての情報っていうのは様々出てると思うんですけれども、意外とこの内容は知らないんじゃないかなっていうところで、今回一つお話しさせていただきたいと思います。皆さん、腹筋はもう割れています。で、これがどうして腹筋が割れてるように見えないかというと、腹筋の上に体脂肪がついていて、腹筋が見えない状態ですねになっているっていうところが一つもう一番の要因なんですけれども、この腹筋を見せていくために重要なのは、やはり体脂肪を落としていくっていうことと、腹筋のトレーニングをしっかりして腹筋の筋肉をつけていくっていうこと、これはもうよく言われていることなんですけれども、今回は腹筋を見せるためには姿勢が大切であるというところが、今回のお話になってきます。いくらですね、体脂肪が少なくなってきても、理想のイメージしている腹筋のように、浮き出てこない、そういうふうに見えてこないっていうケースがありまして、この要因として考えられるのが、一つ腹筋の筋量が少ないっていうのもあるんですけれども、姿勢っていうのが大きい原因、これが意外にですね、知られてないのかなと思いましたので、それについてお話しさせていただきたいと思います。そもそもまず腹筋っていうのはですね、様々な筋力が合わさって腹筋って呼ぶんですけれども、見えてる部分で一番ですね、腹筋が割れて見える筋力っていうのは腹直筋と言われる筋肉になります。これはですね、胸骨から恥骨につながってる、細長い筋肉になるんですけれども、これはもうそもそもですね、4段か5段ぐらいに分かれていて、で、真ん中に剣角と言われる白い線が入っているという状態が腹筋です。腹筋のこの個数ですね、シックスパックとかっていう、個数に関してはもうこれは遺伝的に決まっているので、実際にですね、体脂肪を落として見てみて初めてですね、自分が4つなんだとか6個なんだっていうのが分かるんですけれども、ぜひですね、知られたい方は減量してみて、自分の腹筋って何個なのかなみたいな形で、確認していただければと思うんですけれども、腹筋の主なですね、働きとしては、体幹の屈曲っていう動作が主な働きになります。こういう風な形になります。胸骨と恥骨を近づけるような動きをしていただくと働くという形になります。筋肉っていうのは伸びて縮むことによって働きます。例えばですけど、この腕の上腕二頭筋の筋肉、伸びてる状態って、腕を伸ばしている状態から縮む状態っていうと、こう力こぶを作る状態で、これで筋肉が膨らんでいくわけなんですけれども、これは腹筋においても同じことが言えます。で、この腹直筋でいくと、仮にですね、伸びてる状態っていうのは、横から見ると、体をこう反っている状態ですね、腰を反っている状態っていうのが腹筋が伸びている状態になります。で、これ前から見ると腹筋の見え方っていうのはこういう感じになります。で、次にじゃあ腹筋がまっすぐな状態ですね、伸びも縮みもしていない状態ですね、均等の状態っていうのはまっすぐな姿勢の状態なんで、横から見るとこういうまっすぐな姿勢で、それを前から見ると腹筋っていうのはこういうふうな見え方になります。で、この画像の体脂肪率っていうのは、私自身大体ですけれども、10% から 12% ぐらいだと思いますので、一般的に男性で言えば腹筋が見えてくる体脂肪率と言われています。ただこの2つを見てもあまり腹筋がしっかり割れては見えないという状況が分かると思うんですけれども、じゃあ仮にですね、先ほどの腹筋が縮んでる状態っていうのは、横から見るとちょっと背骨が丸まっている状態ですね、
でこれで腹筋が縮んでる状態で、こう前から見た感じでいくと、まあこういった形で、さっきよりもはっきり腹筋の私で言うと4つですねっていうのが分かると思うんですけれども、これにやっぱり関係するのが、まあ先ほども言ったこう見せるための姿勢っていうのが必要になってくるというところです。ですので体脂肪がですね少なくなってきて、腹筋、鏡で見てもなんかあんまり腹筋って綺麗に見えないなという場合は、ちょっと今回説明させていただいたこの姿勢っていうのも、鏡の前で撮っていただきながら、まあ、腹筋をこう見せる姿勢ですねっていうのも、まあ、意識していただくと、見え方も変わってくるのかなと思います。あとですね、もう一つこれはちょっと難しい点かもしれないんですけれども、呼吸っていうところも、まあ、一つね腹筋を見せるためのテクニックになってきます。コンテストなどに出場される方は、まあ、腹筋をこう見せるために、まあ、どういうふうなマッスルコントロールをするかっていうのは、まあ、人それぞれあると思うんですけれども、大きく分けるとですね、息を吸ってお腹がで膨らんでる状態でうっと力を入れる、まあ、腹圧をかけるような状態だと、どちらかというと腹圧なんでお腹からですね腹筋押し出される感じなので、ちょっとこう腹筋が伸ばされる状態になるわけなんですけれども、まあそうなるとこれもグッと力入れるとですね、体脂肪がすごい少なかったら綺麗に見えるとは思うんですけれども、まあ見えにくい状態になります。それとは逆にですね、少し息を吐いてお腹をへこました状態でグッと力を入れることによって中に縮んで腹筋がさっきよりは少し見えやすい状態っていうのを、作れますので、腹筋のマッスルコントロールっていうのもある程度こう体脂肪が少なくなってきた体においてはこう見せるためには重要なテクニックになってくると思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。特にですね、見えにくい傾向にある方っていうのは、まあ、反り腰の方ですね。この骨盤が前傾で、まあ、普段からちょっと腰が反っているような姿勢の方っていうのは、まあ、比較的ね体脂肪が少なくなってもやっぱり腹筋っていうのはくっきり現れにくい傾向にあるので、ちょっとですね骨盤を後傾気味にちょっとまっすぐしていただくことによって、まあ、腹筋って見やすくなるので、まあ、そういうのも参考にしていただければと思います。ということで今日は腹筋割り解剖学という形で腹筋をバレて見せるっていう風なテクニックになるんですけれども、ぜひですねダイエット減量されている方である程度体脂肪も少なくなってきて、まあでも腹筋もうちょっとなんか綺麗に見えないかなっていう場合は、まあ今回のその姿勢についても一つ、参考にしていただければと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ビーレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。またビーレジェンドの公式サイトでも新商品やセール情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。